皆さんこんにちは、菊池美優です。はい、皆さん今日は知らない背景ですねって言っても多分分かんないと思うんだけど初福岡で、福岡のお家で撮っております。今日は何をするかというと、私ね、買い物してたら見つけちゃいました。ずっと気になってて、それをついに見つけた。じゃじゃん、地球グミを3つ買いました。1個330円で990円払った。こんなに高いのと思って。こう噛むんだよね。いきます。怖い怖い。あ、匂いがてん、すげえ。抜け殻がこんな感じとなっております。なんかラズベリーみたいな、ラズベリーをよく理解してないんだけど、ラズベリーみたいな匂いがする。いただきます。あの、一言一番出てきた感想を言うね。虫歯になる超甘い。すごい、これ100個食べてる YouTuber さんとかいたんだけどさ、無理だね。私は半分で十分。私もともとちっちゃい頃からなんか渋いものが大好きで、お寿司だったりとかそういう系の。おお、垂れてきた。ちょっとママが帰ってきたので、ママに食べてもらおうと思います。え、ちょっとね、びっくりした。え、このまま噛むの？怖い。こうなる。せーの。これ大丈夫？体に良いやつ体に良いやつ大丈夫、私2個目だから。どうですか、お味の感想？甘い甘い甘い。体にいいやつめっちゃ効くやん。私これ食べても大丈夫なやつ大して健康に気にしちょらんのにさでももちもちでさ、この感触を違う味でまた味わってみたいって思う。マシュマロっぽいかな。うん、マシュマロみたいな感じ。この感触私はめっちゃ好きよ。で、中のラズベリーのジャムがあったら食べたい。パンにつけたりして食べたい、うん、っていう動画でした。それではみんなも食べてみてね。バイバイ。